はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エイティブログです。私たちは知多半島に来てます。僕の地元です。まあそうだね、名古屋からずっと南の方に降りたら知多半島に来ます。愛知県の2本出てる足の左側が知多半島です。で、今日はここでエビフライを食べに来ました。マルハ食堂っていうめちゃくちゃ有名な海鮮レストランがあって、知多半島で有名な海鮮レストランが愛知県民、知多半島の人なら誰もが知っているマルハ食堂。すっごい山道を今走ってる。かなりの山道。知多半島の先っぽってもう超田舎だからね。雰囲気がいいけどね。そう、静かで、もうビルなんて建てないよ。着きました、マルハ食堂。もう本当に海の真横にある感じ。やばいよ、大阪。うわ、めっちゃ人並んでる。車渋滞じゃん。こんな時間にも止めれない。それは 1,2 時間待ちだね。ダメだ、止めれん。どこに止めよう。あ、駐車ある、そこじゃん。やば。ここも満車だよ。どういうこと、どういうこと。まだ開店15分だよ。そうだね、もう100組ぐらい。諦める。いや、ちょっと一回聞いてみよう。いや、こんなん 2,3 時間待ちでしょ。うん、ちょっと聞いてみよう。やばいやん、もうすぐパッと止めてパッと予約取りに行く。はい、車から降りてきましたが、どん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 今車が入ってきます。みんな何を考えてるの。すごいね、これね、マルハ、マルハ食堂。すごいよ、もう全部駐車場満帆。ここが入り口、立派なね、マルハ食堂旅館。2名テーブル席限定、お座敷限定、早い方、はい、83番。だいたい30分待ちだって。20分から30分ぐらい待たせるという。開店直後に来ても 2,30 分待ちという。でも80何組でしょ。お店が広いから。ああ、そうだね、2回もある。ぐる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 回ると思う。すごい。はい、メニューをもらったからちょっともう選んでおきましょうか。本日のコース料理にするか、期間限定のコース料理にするか。おお、いや、私はエビフライコースとかあるよ。あれでしょ、エビフライが一番有名でしょ、ここで。お客様、フロントまでお越しください。呼ばれました、83番。はい、ありがとうございます。皆様です。めっちゃ広いでしょ。超広い。エビフライコース一つと、はい、あとはここの2500円のコースと、はい、単品でタコブツオアサリ。オアサリ、はい、以上です。はい、すごっ。カタリガニ、シャコ、ハマチかな、ブリかな、なんでしょうね。お刺身ともずく。もうこれでもうお腹いっぱいになるよ。いただきます。いただきます。醤油。ありがとう。グリーンすぐでしょ。美味しい。だから全部絶対にめちゃめちゃ自然でめっちゃ美味しいでしょ。そこに港もあるし。そう、港あったよ、通ったところ。タコブツ、おいしい。うん、うん、うまプリプリ、にぎやかだね、めっちゃ音がうまくない。タコブツ、皆さんシャコしてますか。私知らなかったです、日本に来る。シャコって知多半島の人しか食べないの。いや、そんなことないね、全国で食べますよね、シャコ。あると思うよ、でも海外にはない。いつもカニが好きだけど食べ方が難しいでしょ。ワタリガニ、足から食べてみる。絶対に、なんかあれ、新潟に行った時にコツが教えてもらったけど、もう忘れちゃったんです。いいじゃない、ハサミで割ってって食べれば。あ、カニ出たよ。手で食べるのが汚いけど綺麗に向けて、はい、これ、うん、本当になんかカニの味が濃い。来ました、大アサリ。大アサリって皆さん知ってますか。いや、多分ここら辺だけだと思うよ。だよね、知多半島の人しか食べないんじゃない、大アサリ。いただきます。
カニが美味しい。おわさび食べる？いらん、うん、いらね、いらん、食べたい、いらん、いらんね、いらんね。青めの方、はい、お願いいたします。ありがとうございます。どうでしたか、おわさび。美味しい、ね。皆さん、知多半島に遊びに来た時はぜひ大あさり食べてみてください。見てこのどうでかいエビフライだよ。やばくないこれ、サイズ、うん、重たでかい。ドボンドボンドボン。ここのエビフライ本当に最高だよ。見て、本当にあのパンパンに入ってるよ。うまそう。揚げたてでも熱々で、でも中は本当にプリプリだから、このエビフライは最高です。そう、全部仲良く食べました。ふわふわだね。どうせ食べれない。はい。でかっ。それらの顔ぐらいある。そうだわ。普通のエビフライの2倍ある。うん。パンパンだね。だいぶ食べ進めてきたけど。だいぶまだあるよ。ならないよ。まだエビフライも1本残ってるし。タコも残ってるし、煮魚も残ってるし、マジエビのプリプリ感が半端ない。触れないともうない。じゃあ出せ出せ。少なめっちゃケチやん。こんなでかいカニなのに、今の見た、今 1g ぐらいしかないよ。はいはい、まだ探す。お腹いっぱい食べきりました。もう動けません。あれだよ、その全部一気に来るでしょ。そう、めちゃめちゃ焦って食べるペースがめっちゃ早い。ごちそうさまでした。美味しかったです。本当に美味しかったです。めっちゃお腹いっぱい。エビフライが一番美味しかった。いい感じだよ。ここで知多半島の海です。まあちょっと1月はちょっと寒いけど、たか2人散歩できる。こっちこっち行こう。やばい、あそこレナを落とすチャンスかもしれない。落としてどうする。笑う。殺すよ。おお、まあまあ、まあまあ、そんなめっちゃ寒くない。え、めっちゃ寒くないの。うん、そんなめちゃめちゃ冷たくはない。へえ、あのドボンといけるぐらいのレベル。ちょっと行ってみて。ちょっと行ってみて。ドボンと、なんか嘘をついてる気がする。3回行ったよ。あ、悪くないでしょ。俺もやりたい。はい、急カーブした、ね、急カーブした、はい、ではでは、海も遊びきりましたね。あ、温泉もあるよ、マルハ。天然温泉って書いてある。温泉に入る。あ、だからさっきの定食食べて温泉入ってゆっくりするっていうのもありだね。あ、いいかもね。ちょっと今からどうするかわかる。帰るの。デザートだよ、デザートタイム。危ね。気をつけて。危ね。デザートを食べます。もう調べてあるよ。デザート食べるの。はい、マルハはいくつかの店舗がここら辺にあるよ。あの旅館とかもあるよ。あ、そうそうそう。でもなんかドライブイン的な、うん、道の駅的なところがあって、そこにソフトクリームとかパフェとかそういうところが売ってる。あ、そうなの。あ、マルハって何、デザートもやってんの。うん、
やってるもうビジネス拡大すぎてすごいね、儲かってしょうがないだろ多分ね。いやこの知多半島イコールマルハだよ。すごいね、マルハ半島になってる。あ、マルハドライブインとかである。おあ、なんかおしゃれ、なんかおしゃれなカフェみたいな感じ。思ってた以上におしゃれ。え、思ってたやつと全然ちゃうんだけど。私もカフェって感じ。マルハドライブイン桜。じゃあこれ美味しそうだな。おお、パフェも美味しそうです。ミニパフェもある。ミニパフェもある。いや、普通のパフェでいきましょう。はあ、なんか文句言われることありますか社長。ありますよ。チョコのソフトと、あと抹茶パフェ。抹茶パフェの大きい方でいいですよ。はい、結局大きいパフェを頼みましたね社長。ハカがね来ました。めっちゃ美味しそうだけど、もう何が言いたいの。何でしょうね。もう見え、あれにしか見えない。バニラだったらまだ良かったかもしれないけど。すごく綺麗な漫画で出てくるような。うんこです。うんこのアイスです。わもうすごい綺麗なうんこのアイスですね。うん、うまい、うん、めちゃめちゃ濃厚なチョコアイス来ましたね。うんこ抹茶パフェ食べれるの？すごいよ。食べれますか？いや、食べれないんじゃない？うん、抹茶さっぱり。欲しい？いらない。半分食べてくれないと食べれないんですけど。どういうことですか？うん、はい、約束と違う。うめえぞ、普通にうまいよ。うん、抹茶だね、近いよ。ショコラみたいなやつがうまい。フォンダン抹茶ショコラ。うん、はい、お腹いっぱいになりましたね。もちろん、あんなにバカみたいに食べたら。ご飯とデザート、すべてマルハでいただきました。うん、知多半島に遊びに来る方はマルハで食べるしかない。ぜひぜひ。この動画が楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。